さて、真夜中も響く隣人の大騒音、しかし警察も手が出ません。24時間鳴りやまないダンスミュージック。叩く、叫ぶ。エンドレステープは拷問ですね。この街に一体何が起きているのでしょうか。今日の憤懣です。月曜日は憤懣本舗、今日は大音量の音楽を24時間かけ続け隣人を悩ませる家です。夜中さえも鳴りやまない大音量なのに、警察も役所もなかなか手を打てないのはなぜなんでしょうか。憤懣取材班が現場に駆けつけました。奈良県平群町、鳥の声がさえずるこの町は日中でも自然の音以外はほとんど聞こえません。ところがとある一角に近づくと何やら軽快なダンスミュージック。一体何が起きているのでしょうか。普通の音楽やったらいいんですけどね。エンドレステープは拷問ですね。近所に住むこちらの男性は今もこの事態がよく理解できないでいます。あれがまかり通るってのはやっぱちょっとおかしいですね。まあ、叫んだりとか、もう布団バン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 って叩いて叫ぶ。叩く。彼女は何を叫んでいるのでしょうか。騒音の主はこの家に住む50歳代の女性で、大音量の正体はこのラジカセです。しかもラジカセは窓から外に向けておいてあり、時には外にわざわざ出すこともあります。とても音楽を楽しんでいるとは思えません。実はこの音楽、夜になっても鳴り続けているのです。真夜中の1時11分です。これでは寝れませんよ。毎日がこうです。深夜3時16分です。すごい音です。すごい CD の音です。とうとう一日中寝ることができませんでした。鳴りやまない音楽に住民はぐっすり寝ることもできません。24時間365日この騒音に悩まされているのです。そこで憤懣取材班、この騒音を測定することにしました。日常生活で望ましいとされるのは50デシベルですが、なんと最高で 83.7 デシベル。パチンコ店や地下鉄の構内と同じレベルです。そもそもきっかけは10年前に遡ります。この家の女性が毎朝6時過ぎからカーペットを干し叩き出したのです。近所の人が朝早すぎると抗議したのですが、それが気に入らなかったのか、以来嫌がらせのように音楽を鳴らすようになったというのです。もうあれだけ執念深いっていうね、現実にこれ7、8年長くに続いてるんですから、もうこれがね証明してるようなもんなんで、だから誰しもやっぱりもうここに住んでる限りそういうふうにされるのは誰だって嫌ですのでね。
周りの住民も関わりを恐れ何も言えません。で、今標的になっているのはナム海に住むこちらの老夫婦。被害は深刻です。ガラスはもう二重ガラスにして、で寝室まで届かんように、ここの二重とここの塔と塔と三つのあれでもって音を遮断しとるわけです。とてもじゃないけど、それしないと寝れない。寝れないですね。窓を閉めても聞こえる音楽。2階ではもはや生活できません。ここは僕の部屋になってるんですけどね、ほとんど使ってないですね。今もう寝られないし、やかましくてもおりませんので。姿を見せるだけで怒鳴られる老夫婦。うかうか布団を干すことも、庭に出ることもできません。原因という原因がわからないんですけども、まあ、とにかく挨拶に来なかった、引っ越してきた時に挨拶に来なかったとか、で帝都が眩しいとか、まあ、いろんなことを言うてるから、どれがどうかはっきりわからないんですわ。嫌がらせは様々です。車のクラクション、